ホブリの廃病院は、モスクワ北区、ホブリの地区に、かつて存在した、病院用建物。巨大廃墟として知られた。2万4000平方メートルの敷地に10万平方メートルの建物が建っていた。建設は1980年に始まり、1985年に中断された。それ以来、未完成のまま放置され、徐々に荒廃が進んだ。 病院の撤去工事は2018年10月23日に、始まり同11月21日まで行われた。病院の建設は1980年に始まった。5年にわたり工事を行って建物へ衛生設備を設置し、家具や機器を搬入する段階まで進んでいたにも、かかわらず工事は中断された。1992年、建設は最終的に凍結された。 諸説ある中で建設中止の理由は資金不足とされたが最も可能性が高いのは建設当時からすでに始まっていた不均一な建物沈下だった。病院を建設し始めたのは小宅製の土地で元は建物が何もなくその地下に暗渠化されたリホボルカ川が流れている場所だった。問題のある地盤や沼の不均一な排水によって 建物の地下を建設する段階で、すでに地下水による浸水と、クラックが現れ始めていた。2017年頃までに建物は、水深12メートルまで沈み込み、なお沈下し続けていた。2004年までに、建物の所有権を主張していた、シャトモスクワ市管財局の間の、所有権紛争は、モスクワ市焦祖に終わった。2004年11月23日付、 モスクワ市指令番号2353によって、現存する構造を補強し、新たな施設を建設する作業を再開することが期待された。入札は社が落札したが、計画は実現しなかった。解体中。2018年11月6日。1、4道2、4道3、4道4、4病院跡地の立看板。 2019年1月18日2012年6月、モスクワ市建設局は小ぶりの病院を建設廃止決定リストに含めた。その時点まで長期にわたり修繕作業が行われなかったので建物の再生はもはや不可能であった。施設の全体的な完成率は42%、焼却率は65%だった。2012年12月、 モスクワ市は二棟の未完成施設と二筆の土地区画を民有化用の単一物件として、開始価格18億ルーブルで競売に付した。しかし2012から2013年、入札は二度にわたり、部長に終わったと発表された。これは投資家が価格の高さを嫌って手を引いたためである。2015年、すでにモスクワ市当局は年内に自力で建物を解体し、 土地区画を投資家に引き渡し、新たに医療用建物を建設すると発表していたが、実現することはなかった。2016年末、ホブリの病院を解体し、2020年までに住宅を建設する計画について発表があった。2016年12月、モスクワ市予算による病院の解体が最終的に決定され、それと同時に、跡地には、 医療機関の代わりに住宅を建設することが発表された。2020年までにその土地には、ホブリン記者により34.6万平方メートルの住宅団地が出現する予定である。住居棟の地下1階には駐車場が予定されている。解体作業は当初予定より早く2018年10月23日から開始された、モスクワ市当局により実施された。 病院撤去工事の入札条件では解体は11月に始まりおよそ3ヶ月かかると予測されていた。跡地には2020年までに4棟の集合住宅が建設される予定である。2018年11月6日、重機を使って病院を解体する重要な段階が開始された。45メートルの建屋の上層階は先端に油圧ハサミを取り付けられた。 それぞれ54メートルと44メートルのアームを持つ2台の解体重機を用いて解体された。解体に際しては作業員50人と26台の機械が使用された。2018年11月21日、受け負い業者はホブリの病院の解体作業を完全に完了した。この時点では10万立方メートルに及ぶ建築廃材を撤去し、 すべて更地化するのは2019年2月末と予定されていた。2019年2月6日には途中の建物基礎を取り出して土砂で埋め戻し、その上を整地する作業も含め全工程が終了した。真上から。2017年病院は先端が分岐した三放射性型の形状に作られていた。建物の3つのウィングが中心に集まり、 側面部分には別棟を持つ3カ所の庭園を設置する予定であった。計画病床数1300の病院は3段になった屋根を持つ二等構成にすると決定された。病院は重厚さ、鉄筋コンクリート利用、荒削りな形で特徴付けられるブルータリズム様式で建設された。本館に隣接して病理解剖学部の建物があった。 30年以上にわたって建設が未完で放置されたため何箇所かは壁や床板の一部が失われ、地階は浸水していた。荒廃した巨大な建物は廃墟マニア、エクストリームツーリスト、ペイントボール愛好家、10代の若者などを引き付けた。建物は90年代初頭までは警備されていたが、その後20年近く無警備で放置された。 2009年になって初めて有刺鉄線付きの柵で囲まれ一時的に警備が行われた。工場的な警備体制は2011年に開始されたが複雑なエリアは広大で施設への侵入は容易だった。病院は何度も犯罪現場になった。強盗の襲撃に加え数件の殺人が行われた。1990年には病院の敷地内で少女が殺され、 2015年には縛られて締め殺された男性が発見された。また少なくとも一件の自殺事件が知られており、2005年16歳の若者が片思いを悲観して8階からエレベーターシャフトに身を投げた。しかし、小ぶりの病院へ侵入した人々が建物に立ち入って外傷を負った主な原因は不注意だった。侵入者は床板の崩落箇所、垂れ下がった。 階段、宙に浮いた床板、部屋の間の崩れた壁、突き出している鉄筋などに気づかなかった。2011年前半だけで12人の若者が様々な怪我を負い、さらに一人はエレベーターシャフトに転落して死亡した。聖地済み跡地。2019年3月24日解体後の病院跡地にはモスクワ市が再生計画で高層住宅を予定していた。 地域住民は断固として反対している。住民は社会文化的な設計案に賛成している。その設計案では、池とその周りの公園、スケート場、図書館、その他施設に再生することが予定されている。小ぶりの廃病院解体撤去工事に関するカテゴリー。ありがとうございます。